起用は、大学などの教育機関や各種の研究所、博物館などが定期的に発行する学術雑誌のことである。大学の場合、各学部、研究科ごとに起用を発行することがあり、毎年数多くの起用が発行されている。形式的には、各組織が直接の発行元とならず、その組織に所属する者を会員とする学会が発行するという形をとることもある。 内容は論文のほか、場合によっては研究ノート、教職員や大学院生等の活動状況違法などが載せられている。起用の学術的水準に関しては、その審査が簡素な査読水準に止まる場合や、査読を行わない場合など様々であり、手続き上、掲載される文章の学術水準はまちまちである。そのため、企業での研究発表を研究上の業績として、 認めない組織や企業を発行しない組織もある。サンキュータツオは、査読が甘い雑誌の一例として、大学の企業を挙げ、査読が甘いということは悪いことではない。そういう雑誌にこそタガを外して思いっきり言いたいこと、やりたいことを追求している人がいる。一番気が抜けないのは、そのジャンルの流行ではない手法やテーマを扱った論文が、査読の甘い雑誌で、 密かに時代が変わるのを待ちながら投稿されている場合だ。彼らはパラダイムシフトが起こる時をただひたすらに待ち、淡々と斧が道を極めているのだと好意的に評価している。起用は大学関係の組織だけでなく、高等教育機関の一つである高等専門学校も観光している。また、高等学校など中等教育機関でも起用を観光することがあり、 掲載論文が学術論文としてシニアに収録されている例もある。省庁や自治体など公的機関の参加にある研究組織などが企業を発行している場合もある。理学分野のように学派的な学術士が中心的な役割を担っている領域では大学における企業の発行は減少したが、博物館の発行する企業類は存続しているものが多い。外国の学会は 学派が中心で研究を発表する、報告、講演や会議経過を発表する、会議録、雑誌などがあるが、名称は一定しない。日本でも明治20年代から学術論文は発表されたが、起用と記したのは東京帝国大学文科大学起用で、1914年が初めであり、全国大学が起用と称するようになったのは1952年からである。 タイトルに起用とは明記されていないものの、1879年のメモワーズ・オブ・ザ・サイエンス・デパートメント、ユニバーシティ・オブ・東京、ジャパンを日本最初の起用とする意見もある。ちなみに、この掲載論文はモースによる大森海塚の論文であったという。起用の多くは一般向けのものとは考えられていない、ため、通常は市販されておらず、発行元と関係のある図書館。 研究者へ配布されたり、国立国会図書館などへ納本されたりする。その一部は、国立情報学研究所が運営する、ニー電子図書館などでも一般に公開されている。また、発行元に申し出れば、購入や無料配布を受けることが可能な場合もある。ただし、研究者間では、論文の著者が、同分野の研究者らに、個人的に別釣りを配布することも多いため、 起用そのものの入手が不要なことも多い。例外的に市販されている起用としては、一橋大学関係の一橋論争、一橋小学論争などがある。また、大規模な総合大学では、東京大学出版会や東海大学出版会などの各大学の大学出版会が起用集を製本して市販している例もある。一つには、 学会論文発表が難しい分野において特に若手の研究者の研究発表の場を確保することにある。研究雑誌の刊行数が年2回程度であり、かつ学際的分野の論文が評価されにくい人文、社会系分野において起用の果たす役割は大きい。筑波大学が行ったシニアとを連携する各サービスの文献需要に関する調査によれば人社系、 企業論文は本文があった場合にクリックされる割合が非常に高い。検索回数や論文本文提供するこそ少ないものの強い文献需要が存在することが分かったとされ、人者系における企業論文の需要の高さが伺える。また、人文系分野では、進出資料や本国、解題や注釈をはじめとした資料紹介を企用に掲載する場合が多い。 人文系の学術雑誌において資料紹介は研究論文として認められない傾向があるが、起用は資料紹介であっても掲載が認められやすい。そのため人文系分野において起用は研究上の資料の存在を広く周知すると同時に発見者のプライオリティを確保する役割を果たしている。起用によっては投稿資格を発行組織に所属する教員に限定し、 大学院生等には原則として、投稿を認めていない場合もあるが、関係大学院に所属する大学院生に投稿資格を与えたり、より広く関係機関外の研究者に門戸を開く例もある。また、大学院生の研究成果を交換する目的で、投稿資格を大学院生に限る大学院企業が発行されることもあり、分野によっては若手の大学院生が、 諸女論文という形でデビューをする場として起用が利用されることも多い。これには大学院生の所属大学で発行する起用に論文を書くことを通して大学院生が専攻内で知られるとともにその後の学会論文等の投稿へのステップとする意味合いがある。ありがとうございます。